神様の婿。俺の地元は山中にある集落だった。だったというのは今ではその集落は過疎や車が必須などの不便さによりほとんどの世帯が山の麓の町に移り住んでるためで今では先祖の墓が残ってる程度だ。俺は中学卒業と同時に 県外の高校に下職し地元に帰るのは年に1回というのもおざらで高校卒業後就職してからはほとんど帰ることもなくなった就職して3年ほど経った時実家から一本の電話があった「近いうちに実家に帰ってこい」というたまに来る催促の電話だ「俺は仕事が忙しくない時期だったこともあり 久々に顔でも出してやるかと自家用車で実家に帰省した帰省すると記念日でもないのに親戚一同が揃っていてお帰りと歓迎してもらったがその時は別に祝日でも正月でもなくただの日曜日だったのでこの集落に住んでない親戚がいるがなぜだろうと思ったすると今では個人の祖父がいや久しぶりだね これでやっと祝言の儀ができる。よかったよかった。親戚一同よかったねと言ってる。俺はお見合いでもさせられるのかと思い、まだ結婚する気はないとやんわり断ろうとすると、祖父は笑いながら。大丈夫。そういうのんじゃないんだよ。お前にもいいことだから、ちょっと老人の気休みに付き合ってな。 と笑ってたその後俺はゆっくりと風呂に入り親戚とたあいもない話で盛り上がりやけに豪華な飯をいただいた珍しく山の中なのに海の幸をたんまりと食べさせてもらった夜の9時頃だろうか祖父に呼び出された祖父の部屋まで行くと 祖父と親戚の年長者が車座で座ってた祖父に促されて車座の一端に座るといきなり「お前彼女とか結婚を考えてる相手とかいるのか?」と聞かれた恥ずかしながら二十歳後半にもなり自分は恋人なしの童貞だったので笑い話半分に祖父に言うと「本当だな」 と念押ししてきたので再度同意したなんか居心地の悪さを感じながらも祖父の話を聞くと今からお前は神様とちぎることになると爆弾発言をぶちかましたえ神様とん何とパニクってると祖父はなんてことはない寝ていれば終わるさ なんて笑ってた。その後、俺は、あれよあれよといううちに、離れに連れて行かれた。部屋の中には桶に入った水、布団に枕が二つ。女物の着物、部屋着がかけてあった。寝ていればいいと言われたのですぐに布団に入りに行った。 何かの気配を感じて寝ぼけ眼で腕時計を確認した。深夜の2時頃だった。何か入ってきた感じはしたが、祖父の寝ていればいいの言葉を信じてもう一度寝ようと目をつぶった。水で何かを洗う音と絹ずれの音が聞こえた後、何か温かいものが布団に入り込んできた。 ちょうど自分を後ろから抱くような感触を感じながらもそのまま俺は眠ってしまった朝起きると体が重く体中が筋肉痛のようであった体をほぐすように風呂に入った後これまた豪華な朝食を食べた後また祖父に呼ばれた祖父が話したことを要約すると この山には女の神様がいて長い間独り身であったその相手を長らく探していたんだが適当な相手がおらず困っていたんだがちょうどお前が年齢もよく相性がよさそうなのであてがったたぶんお前は一生結婚できないが死んだら神になれるし今でも山上の婿だこの先の人生いいことがあるだろう いろいろ理解できなさすぎたが、もともと楽観的な性格で、結婚もどうすっかなと考えていたので、うーん、まあいいかと思い、そのまま自宅に帰宅した。その後10年くらい経ったが、ほとんど浮いた話がないけど、大きな病気や怪我もせずに、ある程度の生活ができている。今ではちょっと神様の向こうというのが楽しみになっている。 そして俺は今非童貞と言っていいんだろうか。